何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は？これを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か？はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ達し、ススキの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、ヨタカの衆が目印の狼煙を屋根上に置いています。ヨタカの狼煙をたどり、クロウ様を追ってください。クロウ様は月見楼一心ヨタのクロウ、それを。すみません。クロウ様、それ。とうとう始まったな。アシナ一心が言ってライフ型の大進行だ。アシナはもう持たぬだろうよ。さて、俺もいよいよ潮時だが、旦那、まだ商いが必要かね？あの死に損ないの侍、やっと死ねたみてえだな。まったく、真面目侍の考えることはわからんぜ。死なぬなら楽しく生きれば良いものをよ。ともあれ、旦那、ご苦労だったな。あいつきっと成仏しているさ。ああ、情報以外の品、昔の手癖でな、供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり。それにまあ、品に寄せんもないだろう。ああ、物資のじいさんなら消えちまったぜ。フラフラと炎がどうとか言いながら、多分戦場に向かったんだろう。俺には関係のないことだがよ。ああ、ブス、多分俺に。じゃあな、旦那。